北山博光、戸部三宅県平野市洋神宮寺ゆ太たらとの信仰を明かす、絶対優しいのは分かっているんですけど、日本のエンターテインメント界において、滝沢秀明氏が設立した新会社、戸部が注目を浴びています。その一環として、元キスマイフト2の北山博光が、戸部に合流し、その合流について公式 YouTube で語りました。今回は、 北山博光の戸部への参加と、彼の新たな仲間たちとの関係に焦点を当ててみたいと思います。北山博光、新たな一歩への飛躍。滝沢秀明氏によって立ち上げられた新会社、戸部は、アーティストたちに新たなステージを提供し、多くのファンを魅了しています。 その中でも、元キスマイフト2の北山博光がこの新たなプロジェクトに参加したことは、多くの人々にとって注目すべき瞬間となりました。北山博光は、8月31日にキスマイフト2を卒業し、ジャニーズ事務所を退所。その後、飛部に合流し、その合流について明かす場面が公式 YouTube で見られました。 北山ひろみつが、飛べ、メンバーとの交流について語った内容を紹介します。北山ひろみつと、飛べ、メンバーとの交流。北山ひろみつは、公式 YouTube の生配信で、飛べ、メンバーとの交流について率直に語りました。質問された内容に答える中で、彼の新たな仲間たちとの素晴らしい瞬間やエピソードを披露しました。まず、 北山博光は、飛べに合流した大統立機との交流に触れ、大東君は一回ミュージカルで一緒で、何ヶ月も一緒にやっていたんですけど、彼も本当に真面目な子で素晴らしい子だなと思って、話もたくさんしましたね、と述べました。彼らはすでに共通のプロジェクトに携わっており、緊密なコラボレーションを築いていることがわかります。 また、7月に、飛べ、に合流したいムップ、IMP との交流についても言及し、一緒にバーベキューもしましたし、僕たちがライブをやっているバックにもついてくれましたので、交流もあります、と明かしました。現在でも連絡を取り合い、コミュニケーションを維持していることをファンに伝えました。 一方で、平野潮や神宮寺勇太との交流については、面識がまだ浅いことを告白しました。特に平野潮については、潮は実はあんまり喋ったことがないんですよね。どういう風うな感じになるのかなと思っていますけども、と語り、未知の世界への興味を示しました。また、三宅健との関係については、楽屋挨拶でしかあまり会ったことがないんだような。 増えながら、小。絶対優しいのは分かっているんですけど、人生の先輩なので、と笑顔でコメント。新たな環境での出会いに対する期待とリスペクトを表現し、まずはご挨拶から始めたいと思っています。と述べました。戸辺の交流と滝沢秀明氏。戸辺の交流と滝沢秀明氏の新会社設立についても触れておきましょう。滝沢秀明氏は、 自身のツイッターで、とべ、の設立を報告し、アーティストたちに新たなチャンスを提供することを明示しました。その後、三宅県、平野市要、神宮寺雄太、イムップなどが、とべ、に合流し、その名前は日本のエンターテインメント業界において大きな注目を浴びました。新たなメンバーの加入に先立ち、予告動画が公開され、ファンからは熱い期待が寄せられました。 滝沢秀明氏の新プロジェクトは今後ますます成長し多くの才能あるアーティストたちに新たなステージを提供することでしょう。結論。北山博光の飛部への参加と彼と新たな仲間たちとの交流について明らかになった情報は日本のエンターテインメント界において大きな話題となっています。新たな環境での出会いやコラボレーションは ファンにとって待ち望まれる瞬間であり、これからのトベの展開に期待が高まっています。滝沢秀明氏が設立した新会社トベはアーティストたちにとって新たなチャンスを提供し、日本のエンターテインメント業界に新たな風を吹き込むことでしょう。我々は今後のトベの成長と北山宏光と仲間たちの活躍に注目し続けます。